どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテル宿泊実績付与とですね Q1 グローバルプロモーション開始ということで、やっとですねマリオットボンボイのステータス実績がですね2021年付与されましたので、またですね宿泊実績2倍ポイント2倍のねプロモーションである Q1 グローバルプロモーションですね開始されましたので、改めましてこちらのプロモーションとですね登録方法をですね解説していきたいというふうに思います。まずですね宿泊実績付与についてなんですけども、2021年2月2日にね付与されましたね。皆さんも付与されてるのかなというふうに思うわけなんですけども、 Twitter などではですね2月の2日午前中にね付与される方ね結構いらっしゃいまして、私もちょこちょこね付与されてるかねチェックしていたわけなんですけども、結局ですね夕方ぐらいにね確認したらですね付与されていたっていう感じでしたね。でですね、結局事前情報ではですねステータスマッチねされているプラチナステータスの方はですね13泊というねデスク回答だったわけなんですけども、こちらもね変更になったようですね。実際にはですねステータスマッチねされた方も25泊ね獲得できたという話もですねいただいているっていただきになっております。でですね、まだね確認されてない方はですねマリオットボンボイのねアカウントね是非ねチェックしてみていただきたいなというふうに思っております。またですね SPGアメックスね保有されているゴールドステータスの方もですね13泊ね獲得できているっていうね報告を受けておりますので、本来ねゴールドステータスっていうのはですね25泊ねしないと、もらえないねステータスなわけなんですけども、特にですね宿泊されてない方であってもですね SPGアメックスね保有されている方であればですね13泊ね獲得できたっていった感じになりますね。2021年のですね宿泊実績付与に関しては2020年のねステータスによってですね宿泊実績がね付与されているのかなというふうに思っております。かなりね太っ腹な対応ですよね。2021年ねステータスね獲得されたい方はですねかなりチャンスなんではないのかなというふうに思っております。それでは次にですね宿泊実績2倍ポイント2倍になる Q1 グローバルプロモーションについてなんですけども、こちらもですね2021年の2月の2日にですねエントリーが開始っていった感じになっております。この動画ね見られている方でまだねエントリーされてない方はですねエントリーね確実に行っていただきたいなというふうに思っております。でですね、エントリー期間っていうのが設けられておりまして、こちら2021年の4月の13日までっていうふうになっておりまして、宿泊期間が2021年の2月の16日から4月の27日までっていうふうになっております。こちらねエントリーしないとですねこちらのグローバルプロモーションですね対象外っていうふうになりますんで、こちらね注意してください。またですねこのプロモーションはですね2泊以上の宿泊がね対象っていった感じになっておりますんで、1泊2日でですね宿泊した際はですね対象外っていった形になっております。またですね予約に関しては1つのね予約番号である必要があるというふうになっておりますんで、すでにね予約を持たれている方で連泊で予約は取っているんだけども予約自体はですね別々にされている方ねそんなにいらっしゃらないというふうに思うわけなんですけども、もしいらっしゃいましたらですねデスクの方にね連絡していただいて相談ねしていただきたいなというふうに思っております。それでは次にエントリー方法なんですけども、こちらもね一応解説ねしていきたいというふうに思います。まずね PC 画面なんですけども、ちょっとねここら辺に出しておきますね。まずねマリオットボンボイねアカウントログインしていただいて、右上の方にですねお名前がね出ているというふうに思うわけなんですけども、こちらねクリックしていただきます。そうするとですね下の方にプロモーションっていうのがねあると思いますんで、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですねプロモーションのね画面に行くと思いますんで、こちらね下の方に行っていただきますとですね、プロモーションのところにですねご滞在ごとにポイントとエリートナイト2倍を獲得っていうのがね出ているというふうに思いますので、こちらをねクリックしていただきます。でですね、次の画面に行くと新たな挑戦ということでプロモーションのね登録ページに行きます。でですね、下の方に行っていただくと登録がねできるっていった形になっております。ちょっとね私の画面はですねもう登録がね済んでる状態っていう風になっておりますんで、今すぐ予約っていうのをね記載されているという風に思うわけなんですけども、ここからですねプロモーションのねエントリーを行っていただくっていった形になっております。それでは次にスマートフォンアプリのですねエントリーの方法をね解説していきたいなという風に思うわけなんですけどども、マレットボムのねスマートフォンアプリを開いていただいて、右下のねアカウントっていうところをね押していただきます。そうするとですね、ちょっと下の真ん中の方にプロモーションっていうのがね出てると思いますんで、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、私の画面はねもう登録済みということで、登録されている画面になっているわけなんですけども、こちらからですねプロモーションのエントリーねすることができるっていった形になっております。でですね、こちらの宿泊実績2倍ポイント2倍の Q1 グローバルプロモーションに関しては、前回がね対象っていった形になっているわけなんですけども、こちら表示されない方もですね中にはいらっしゃるかもしれないんですよね。もしねプロモーションのエントリーね表示されない方に関してはですね、マレットボンボのねデスクに連絡していただいてエントリーねしていただきたいなというふうに思っております。電話番号はですねこちらの動画の概要欄にね載せておきますので、そちらね利用していただきたいなというふうに思っております。でですね、こちらの Q1 グローバルプロモーションに関してなんですけども、私のねチャンネルのコミュニティ欄ではですね発信ねさせていただいたわけなんですけども、見られてない方もね中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、こちらね改めて解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちらのねプロモーションの詳細を見るとですね、こんな感じでですね注意書きがね出ているっていった形になってるんですよね。でですね、注目していただきたいのはこちらの部分というふうになっておりまして、ちょっとね読み上げさせていただいちゃいますけども、本プロモーションの期間中、宿泊費の支払いを伴い対象となる2泊以上の滞在で2倍のポイントに加え2倍のエリートナイトクレジットを獲得なれますっていうね、こういう記載がされているんですよね。ということで、有償の宿泊とポイント宿泊についてですね何も記載がないんですよね。むしろこういうね書き方になっていると、予約ね対象外のようにですね思いますよね。でですね、マリオットボンボイの公式サイトのですね Q1 グローバルプロモーションのね Q&A でね戻ってみると、こんな感じでね書かれているわけなんですよね。これをですね Google 翻訳で訳すとですね、機会の滞在には少なくとも1泊の有償の宿泊が含まれている場合のみ、2倍のポイント2倍のエリートナイトクレジットプロモーションにカウントされますということで、マレットボンボイの公式サイトの方にはですねこういう記載がねやはりあるっていった形になるんですよね。ですので、ちょっとねこちらに関してはですねわからないっていった形になりましたので、またねデスクの方にね確認をさせていただきました。でですね、結論としてはですね、有償の予約またねポイントの宿泊を組み合わせた場合であっても、こちらのプロモーションはね対象っていう回答をいただきましたので、このプロモーションはですねもともと2泊以上のね宿泊が対象っていう風になりますんで、1泊有償1泊ポイント宿泊であってもですね2倍もらえるっていった形になっております。私がですね事前にね確認した内容と変わりなくね利用することができるっていった形になっておりますんで、このねプロモーションの詳細を見るとですね、ポイント宿泊に関しては対象外のようにね見えるっていう風になっているわけなんですけども、マレットボンボイのねデスク回答としては対象っていった形になっておりますんで、こちらはね毎回言わせていただいているわけなんですけども、私たちね利用者側からするとですね、もうデスクの回答がねこう言ってるっていうことはですねもう信じるしかないっていう形になりますので、プロモーションね利用される方はですね是非ね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。でですね、有償の予約とポイント宿泊をですね組み合わせる場合に関してはですね、前回のねマリオットボンボイホテルデスクに問い合わせしてみたという動画で言ってる通りですね、予約番号が1つであるね必要があるっていう風になりますんで、予約方法に関しては PC でねキャッシュ&ポイントの予約、もしくはですねデスクの方に電話していただいてですね予約するようにしていただきたいなっていう風に思っております。普通にですね有償の宿泊とポイントの宿泊をですね入れてしまうと、予約番号っていうのはですね2つになってしまいますんで、そうなってしまうと今回のですね Q1 グローバルプロモーションに関しては対象外っていった形になりますんで、この点をね注意していただきたいなというふうに思っております。でですね、こちらのキャッシュ&ポイントのね予約に関してはマリオットボンボイのねスマートフォンアプリでですね利用することができないっていった形になりますんで、 PC サイトでね行う必要がありますんで、もしね PC 環境ない方であればですねマリオットボンボイホテルデスクにですね電話していただいて予約していただきたいなというふうに思っております。またですね、実際の予約方法に関してはですね前回の動画で実際のね予約方法を解説しておりますので、そちらね見ていただきたいなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、マリオットボンボイホテル宿泊実績付与についてと Q1 グローバルプロモーション開始ということで解説ねさせていただきましたけども、私はですね2020年プラチナステータスということで2021年に関しては25泊ねもらえてるっていう風になっておりまして、またね SPG アメックスの更新特典で5泊のね宿泊実績が更新時にもらえるっていう風になりますんで、何もしなくてもですね合計30泊ねもらえるっていう風になりますんで、今回のねこのプロモーションを利用するとですね、あと10泊すればですねプラチナステータスね維持することができるっていった形になっておりますんで、私もね2021年マリオットボンボイね修行しようかなというふうに思っておりますんで、マリオットボンボイのねステータスね気になる方はですね是非ね狙ってみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方いいね、チャンネル登録是非お願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。